5月3日は、グレゴリオ歴で年始から123日目にあたり、年末までは、あと242日ある。ポーランド王国で欧州初の近代的、西文憲法、5月3日、憲法制定。画像は、ヤンマテイコが350プックス5月3日、憲法江戸会場、徳川幕府が崩壊。画像は17世紀の江戸城日本国憲法施行。 画像は同日発行された記念切手政治思想家、ニッコロ・マキャベリ誕生。スウェーデン・ウォーカール15世誕生画家、フィリップ・ハモジェニーズ・コールドロン。画像は、破られた誓い、オルガニスト、マルセル・デュー・プレイスライル第5代首相、オルダ・メア誕生。画像は1914年の少女時代のメア、ソウルミュージックシンガー、ジェームス・ブラウン画家アマロ・ロドリゲス・フェリペ。 スペインの海賊大友もみ子の聖妃、獣詩王女没。画像は姫神社球場への祖、駆除金座ネボツコンスタンティノープルを陥落させた、オスマン帝国皇帝メフメトにセ没。ボツ。毒殺とされるウィリアムシェイクスピアボツ。イースター放棄の中心人物、パトリック・ピアース・ケイシー日本国憲法の原本。ありがとうございます。